こんにちは、片付けコンサルタントの高木幸子です。今日は靴下の畳み方をお伝えしていきたいと思います。靴下で一番良くないのはこうコロコロ丸まっているというものです。ここのゴムの部分が伸びてしまうので、まずこのゴムをほどいてあげて2つ重ねます。それからシワを伸ばしてつま先の方から1回折って2回折って、そして3回目でこことここが重なるぐらいに折ります。そうすると立ちます、自立します。お次は細長い靴下、これだけ長さがあるとぐちゃぐちゃした感じになります。これをおとなしくさせていきたいと思います。まずは伸ばしてあげる。2つ重ねたらまずここまで折ってしまう。それからここをちょっと開けてですね、ここで止めます。それから1回折って2回目でこことここが合うようにすると綺麗なおとなしい四角にまとまります。こうやっておとなしくさせます。もしこのぐちゃぐちゃの状態だとこのサイズの箱でもこうジャーッと入らないぐらい散らかってしまいますけれども、きちんと畳むとこんな感じでコンパクトになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が暮らしをときめかすちっちゃなヒントになったら嬉しいです。ではまた。